ビレッジでレベルデザインを担当している津田です。こちらでは本作におけるレベルデザイン制作について説明いたします。まずはじめに、レベルデザイナーとは体験を作り出す仕事です。実現したいコンセプトやビジョンをもとに感情が動くようなゲーム体験が得られるように空間、演出を用意する仕事です。ディレクターとのやり取りでコンセプトに沿って正しくゲームに反映されているかの確認を行います。バイオハザードの場合は怖いかどうかが大きな判断基準になるので、怖さや緊張感が要求に達しているかの確認も行います。演出やゲームデザインを決めていく際には、非日常的なシチュエーションを没入感を持って体験してもらうために、丁寧な入れ込みの演出や説得力のある空間設計を行うことを意識しています。ビレッジで苦労した点としては、ホラーという限られた枠組みの中で種類の違う体験を用意する必要があるところです。ビレッジに限らず、バイオハザードシリーズのレベルデザイン制作においては、怖いものにアンテナを張っていて、怖がらせることに対して引き出しが多い人が向いていると思います。敵で驚かしたり、パズルでなるほどと思わせたり、さまざまな思考や感情を生み出すことが要求されます。ビレッジでユーザーに体験、見てほしいシチュエーションとしては、いろいろな表情を見せる作り込まれた村を隅々まで体験してほしいです。恐怖を感じつつも、住むといろいろな体験や発見があるはずです。